はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。あです。黒金の方向ですね。やっていきます。よろしくお願いします。またずっと適当にやっているんだけど、どうしようかな。研究開発は何かやってんだっけ。選挙の解除だけか。補助兵装は特にないか。防御、やっぱりこの棒、なんだっけ、磁場、ジュルグバは、ああ、高っ。すごいいいらしいので、まあ、作っといて損はないらしいですね。で、その代わり、まあ、火災とかはいらないらしいんだけど、大丈夫なんですかね。で、今回は、まあ、足の速い、やつをつけといた方がいいよっていう、話があったので、一応足だけだったらね、負けてない三式で行こうと思うけどね、力負けはどうしてもすると思うんだけど、大丈夫なのかな、弱点があるのかな。全速前進、総員警戒態勢。これなんでさ、後ろにさ、敵の砲台があるんですかね。ここから来たんじゃないのかな。まあ、いいけどさ。よし。まあ、一通りね、ばらしといて、陸地の武器とか施設をいくら破壊しても、アイテムはね、特にもらえないんだよね。それが、どうした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 。何言ってんの？航空機？あ、航空機だ。航空機を先に破壊しよう。で、防御、この、なんだっけ、16番の防御がね、まあ、4だと 40% カットしてくれてるらしいんですけど、40% 防御、まあ、次で 50% かな？カットしてもこんだけ食らってるのはね、結構すごい恐ろしいことなんじゃないかなと思うんだけど、なんだ後ろから飛行機か。とりあえずこの辺のね、航空基地だけはもうバラバラにしておかないと弾が当たらないんだよね。あれ分散しちゃってさ。飽きちゃった。はい、船体甲板上に巨大な砲門を多数確認。でかい。直撃弾にはくれぐれもご注意を。敵射程を見計らいつつ一撃離脱を図る。総員、資金弾の衝撃に備えよう。一撃離脱ができないっつってんの、このこんなんじゃ。迎撃態勢を取れ。おーっと、そう、火災はね大丈夫らしいんだけど、火災を放っておくと弾薬庫引火。あ、もう来ちゃった来ちゃった来ちゃった。弾薬庫引火がね、怖いんだよね。火災はね、微弱なね、ダメージで生き残れるんだけど、ありがとう。弾薬庫引火するとね、どれくらいだろうな。HP ね、逐一見てないんで分かんないんだけど、結構食らっちゃうんでね、結構きついところはあるんだよね。どこかな、あと航空戦艦は。航空戦艦じゃねえや、航空基地は。よし、こんなもんか。あとは飛行機が飛ばなくなればそれで終わりなんだけど。よし、大丈夫そうだな。幸い敵のミサイルは誘導型じゃないらしいので、まあ、一撃離脱する必要もないでしょう。あんな、だってあんなでかい弾当たったらね、ひとたまりもないんでね、どこの距離にいても。ああ、やっぱミサイルの攻撃力だけは高いですね。で、敵の足も結構速いね。追っつけない。
もっと足を速くしたいですね。やっぱ通常49ノットだとね、ダッシュした時に70ノットが出せないんだよね。よし、ちょっと早めにナイトビジョンをつけておきます。はいはい、ミサイルでも撃ってく？たまには逃げ足で。弾足遅いんだよね、非常に遅くてね。ミサイルはどっから撃ってくるんだ？はい、ちょっと待てよ、この感じだとね、どこか狙って撃った方がそのおかしくなるんだよね。例えば戦況を狙って撃つとか、まあ武器の場所を狙って撃つとかしてあげると、なんかやっぱ弱点が、そう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 っていうのをしてあげると、少し、まあ、有利に戦いを進められるようなんだけど、初見なんてね、具体的にどこを打ちゃいいとかが分かんないんだよね。特別ヒントも教えてくれなかったしね、みんな博士とかも。あそこを狙いましょうとか、ここがいいですよとか。一撃離脱を図りましょうっていうか、追いつけねえからさ、近づいて突っついて離脱っていう戦法じゃないんだけど、いいんですかね。大暗黒怪異の場合だと29ノット程度しかスピードが出せないんで、まあ、離脱もクソもないというか、まあ、相手方の進む方向に任せる感じかな。特別自分の方に向かってくる感じでもないんでね。前回の大型爆撃機なんかはこっちにね向かってきましたけど、もう炎上？あ、いいですね。少しずつ近づいてきたか、多少やっぱスピードが落ちてきてるのかな。あとどこを狙えばいいんだ。俺はな、船に攻撃したことないからな、生まれて二十数年船と戦争したことないんでね。そういえばちょっとね、そのなんだっけ、騒動艦だっけ、おっと、あ、危ない危ない、許してくれ、悪気がなかったんだ。弾に当たっているというよりは、おお、あ、落ちる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 、あ、待て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 、あ、落ちた。今さら迎撃態勢よ、敵艦炎上。うん、大体こんな感じですかね。距離としては2000から3000くらいの距離を保って、多少前の方に陣取っていた方が、自動兵装が後ろにね、後ろめに積んであるんで、夜になるかな、後ろめに積んであるんで、そこはちょっと多少ね、前に陣取っておいた方がいいかもしれない。敵のミサイルも後ろから飛んでくるような感じなので、そんなことねえか、あ、線になってきたな。ちょっと近づいてくると危ないな。横だな、横っ腹につけた方が良さそうだ。で、さらに距離を取って、で、そうすればミサイルもね、適当に落っこちるし、自動迎撃で落としてもくれる。2000よりは3000とかの方がいいかな。戦況はまだ破壊してないんだけど、まあいいでしょう。
よし、こんなもんかな。さて、こう、なんだろう、戦法として形ができてしまうと、なんだろう、やることがなくなってしまうんだよね。おっと、近づいてきた。もう距離をね、LR で測りながら進むだけなんで。後ろにつけた方がいいかな。後ろから前に向かった方が、いやでも横っ腹が一番いいな。横っ腹が一番ね、全ての砲台から撃てるだろうから。でもどうかな、この感じだったらね、大暗黒回でもいいんじゃないですかね。あー、どうなんだろう。このゲームにおいての基本的なスピードの平均的なところっていうのはよくわかんないんだよね。足の速い船を用意しましょうっていうけど、足の速いっていうのは通常どの程度の機動性のことを、はい、機動性のことを言うのかなとかね。そろそろこういう打ち方も練習した方がいいのかな。これで戦況に当てることができるといいのかもしれないが、まず当たってるか、当たってねえか、当たってるか。適当なスピードをキープしながら、おっと、これだね、弾薬コイン化が怖いね。戦況に当てるってなかなか難しいっていうか、ピンポイントだからな。どこかしら当たればいいけど、高さとかね、距離とかがよくわからん。あー、でも当たってるな、それなりに。中波一旦引こうか。ね、やっぱ急旋回とかできると非常に楽ですね。4000くらいまで行くともうロックはできるんだけど、一回離してしまうと、ロックしてくれなくなるんですね、こうやって。よし、まあ、向こうの足も結構速いんで、すぐ追いついてきてくれるでしょう。まあ、あとは彼の周りを攻撃準備完了。船の名前的にあれか、男性名詞とか女性名詞がついてるはずなんだけどね、ドイツ語だったらある男と女の名詞があるはずだから、基本的には男系なのかな。あ、でもそんなことないな。ね、単語によって、ね、男と女の名詞が変わるからね。まあ意味わかりませんけどね、よく。あ、当たった、ありがとう。あ、でもあれか、立てば芍薬、座れば何だったっけな。俺が言われたんだけど、もともとは女の人のことわざらしいんだけど、お花なんかは結構女性に焦点を置かれた言葉なのかな、お花っていうこと自体が。となると男向けの言葉ってのは何だ、言葉っていうか名前名称としては何だろう。樹木とかは男かな、何だろう、なんか象徴的な、もう言ってること伝わればいいんだけど、そういうあれだ、もうあの露骨なところで言うと、キノコとかはさ、きっと男の名詞なんだろうねっていう感じで。じゃあ女性はなんだ、なんで女性が花なんだ。あ、別に綺麗だからか。あとなんだろう、海とかは確かフランス語は女性名詞を使ってた気がするけど、女性名詞を使ってないんじゃないか、なんかまあイズアムアー的なものが女性のイズアムアーなんだよね。あとなんだっけ、
お料理とかもやっぱ女性なのかな。あ、料理は名前じゃないか。あとなんだろう、金とか銀とかそういうのも女性なのかな。宝石系とか。じゃあ男はなんだろう、ライターとかかな。漠然としてるけど。あとはなんだろう、拳銃とか剣とか武器系は男の人っぽいな。と言ってる間に、投降兵はみんな射殺だろう。あ、違うな、射殺したらもったいないから拷問かな。この機関は何なんだ、って言いながら何か拷問にかける必要性があるかもしれない。でも拷問もな、もっと優しい拷問がいいよね。なんかくすぐってさ、笑い死にさせるとか。あんまりね、ビシバシやると結構かわいそうだよね。爪がなくなっちゃうとかさ、足がなくなっちゃうとか、ちょっとかわいそうだよね。まあ、かわいそうだよねって言っときながらね、バーンって撃っちゃうんだけど。じゃあ離脱します。作戦成功、東海域を脱出しましょう。ハリマ、作戦成功、東海域を脱出しましょう。投降兵の救助活動終了しました。しかし爆発の規模も大きく、救助できたのはほんのわずかでした。これが戦争とはいえ、やはり後味の良いものではないな。故郷を千里、眠るは巨大な鉄の棺の中か。明日は我が身ですな。まあ三式が沈むとね、砲台の棺になってしまうんだわ。オハマ、さっきハリマだっけ？ハリマってちょっと名前が短くて単純でよかったね。お、新しい立ち絵だ。すごい眺めですね。立ち絵じゃないか、一枚絵か。ええ、国家規模の事業ですらこれだけ大きなものはそうありません。これは結局何だったの？砲台だったのかな？それだけの労力をかけても手に入れたいものがここにはあるというわけです。艦長、あの埋蔵物に見覚えはありませんか？あれは徴兵器。そう、我々の推察通り、ここは徴兵器の研究施設、いえ発掘場だったのです。あ、自分で作ったんじゃなくて掘ってたってこと？我々が主力を尽くして戦っていた相手は地の底より生まれた怪物だったというわけですか。あ、なるほどね。しかし見たところかなり破損というよりバラバラなようですが、これを修繕して使ってんのかな。確かにこのままでは稼働物としての役割は果たせないでしょう。しかし艦長もご覧になったはずです、イギリスでのサルベージ時に。機関はまだ生きているか。機関が生きているならば、それにふさわしい殻をつけたくなるものです。私のように科学者と呼ばれる人種は特に。まあこれは個人のね、趣味の話だけど、結構その機関の部分とかね、鉄パイプの部分がむき出しになってるっていうのも結構かっこいいんですけどね。またこれ潜水艦新進度とか書いてあるんだけど、合ってんのかな。艦長、帝国諜報員がベスビオ基地に潜入し逃走中との情報が入りました。敵諜報員は基地から捕虜の一部を伴って潜水艦3隻を奪取、逃走した模様です。なんだと、諜報員の目的は分かっているのか。行動を共にし捕獲された捕虜の情報では、徴兵器研究基地に残されていた機密資料を持って逃亡したとのことです。そこまでして奪いに来るとは、よほど重要な資料なのでしょう。それで司令部の対応は。現在水上艦にて包囲網を構築中。しかし敵は新進度まで先行中のようで、
所在をつかめずにいる模様です。海底で息を潜められたら発見も容易ではないな。艦長、こちらも潜水艦で出撃し、水中からソナー反応を分析してはどうでしょう。水上のみから捜索するよりも発見の可能性が上がるかもしれません。確かに。司令部に上申してみましょう。ついにあれか、潜水艦対潜水艦を強いられるのか。なんか武器作らないとダメかな。潜水艦による捜索への参加が承認された。ダッシュされた潜水艦3隻には徴兵器に関する重要資料が積み込まれていると思われる。これを帝国軍まで持ち去られてはならない。作戦目的の第一は敵艦の発見と捕獲だが、場合によっては撃沈もやむを得ない。逃走中の潜水艦はシチリア島北部を迂回し西の海域へ向かったと思われます。目標の潜水艦は追尾を振り切るために新進度に潜んでいる可能性が高い。ソナーの反応には注意するように。周辺海域上には依然敵の威力偵察艦が出没している模様です。爆雷攻撃にも注意してください。各員、出航準備を急げ。これはまた難しそうですね。ちょっと研究の方に行って。すごいね、船の上にビルが建ってるってロマンだな。兵装とかでな、何を見ればいいの。これか、対戦でも潜水艦が一応右か、一番右のこれじゃないんだね。一番右の欄にマークがついている、かつ潜水艦に攻撃できる武器。これか、先行接触嫌い式接魚雷。これかな。潜水艦に乗っけられて水中対戦にも使うことができる。これだな多分。あ、2つ作っちゃった。いいや、作ってしまえ。名前が複雑すぎる。潜水艦は今すぐ作れるかい。どこだ、これか。潜水艦1しか作れない。日本、英国。潜水艦2もいけるな。あ、3はいけない。3はいけないんだったら、じゃあ日本潜水艦でも作っときゃいい。おれ、よし。何分 ?29 分か。ちなみに、あ、なんだっけ、双動艦だっけ。やっぱね、あれ2周目以降ね、ちゃんとやらないとできないらしいんだよね。まあ機会があればこんなの作ったよっていうのをお見せできればいいかなと思うけど、まあ望みは薄いかもしれない。戦艦はステージクリアが条件と。よし、じゃあ潜水艦ちょっと作っちゃおっか。どうせそんな時間かからないでしょう。だこいつをこうじゃで潜水艦を作ればいい。潜水艦と2と。いらないやつはさ売りたいよね。こんなにいらないんだけどな。よいしょ。じゃあこの辺どこがいいか適当に置いとけ。で、設備で、嘘です。機関で、一括配置の一番早い、ディーゼル4。早いっつってもな。6つしか置けないのか。モーターアルファも2つ。うん。うん、まあ、なるほど。じゃあ、まあ、これいいか。適当に。寂しいな。あ、列にも
できますか？あ、できますね。うん、まずいや。兵装の魚雷だったかな、なんかすごいなかったらしい。これもできんのか、これ相当機か、これだな。あん、なんだこれ、どこに置いてんの、これ横っ腹に置いてるのか、んよくわかんねえな。まあまあいいや、これをじゃあちょっと上にもう一回配置して、ちょっと列にしてね、中央に置いといてあげればいいだろう。弾数は128発、ありゃ要は足りるだろう。まあ何かあったら困るので、 15.5cm 砲65口径の4連装も、まあ、いくつか配置しといてあげよう。まあ一応ね、あ、こっちの方がいいかな、それじゃない、戦況が、あ、これだ、戦況、よいしょ、機関編集モードにすれば機関だけを操ることができると。なんだ、あ、でこれが、これで砲を口に寄せられる。まあ砲もね、あの近い方がいいんですかね。46ノット、まああまり速くはないけど、あ、これはこっちに乗っけて、これをこうすればいい。よし、もっと乗っけてあげたいんだけどな。じゃああと自動兵装でもつけとくか。魚雷が飛んでこられると、ね、R じゃ一網打尽。あ、なんだっけ、 CW なんたらかんたらってつけられないんだ。いろいろ不自由ですね。ほい、おっと、これをコピーして、こうして、まあ適当に置いちゃえばいいでしょ。ああ、置けば置くほどあれだな、減るね、あ、スピードがね。よし、じゃあこんなもんでいいのかな。防御もね、そんなに上げてあげられないし、ただ補助兵装がめちゃくちゃつけられるんだよね。なんか一番なんか良さそうなの、高級品をつけてあげようか、この辺の。多分敵を探せって言ってたから、まあいわゆるアドバイスいていただいたそのソナーですか、その辺のまあ部品とかをつけてあげた方がきっといいんでしょう。そしてナイトビジョンで、あと自動消火装置はなんかいらないらしい。これは何、兵装を自動的に制御補正する指揮能力と迎撃時の攻撃効率を向上させます。よくわからねえな。あと自動迎撃システムとかで、で防御でこれだな、16番4と、まあ今5はね開発中なんで。よし、じゃああとは急速前進と急速旋回、よし、これいいでしょう。ただし大暗黒の名はこの子にはつけられない、迎撃してくんないんでね。よし、一旦セーブして、どうしようかな、もう進めちゃおうかな。しばらく相当ねパーツいいのを作ってるんで、演習ばっかりやってたから、しばらくつまねえだろこれ。